デイビッド・コッパ・フィールドの口へ、デイビッド・コッパ・フィールド、デイビッド・コッパ・フィールドは、チャールズ・ディケンズの長編小説。1849年から1850年にかけて雑誌に月刊連載された。デイビッド・カッパ・ーフィールドと表記されることもある。デイビッドは、幼少期に新さを舐めるが、大場に助けられ、作家として成功する。個性豊かな人物が、 数多く登場し、また前半部は自伝的要素が強い。デイビッドが生まれた時、すでに父は死んでいた。デイビッドの王がベッチ・トロットウッドは女の子を希望していたため、男の子であったことに失望し、家を出ていく。心優しい母と陽気で、献身的なウバペゴティーラとデイビッドは幸せに暮らしていたが、冷酷な男、マードストーンに言葉巧みに言い寄られて、 母は再婚する。結婚後マードストンとその姉は我が物顔で家に居座り、母は心身を衰えて死亡する。デイビッドはこのギフトその姉からひどい暴力を受けたが、母の死後は学校を辞めさせられ酒屋に、小僧に出される。貧乏人ミコーバーの下で暮らすが、やがてミコーバーは借金のため逮捕され、デイビッドは大叔バに助けを求めるために、カンタベリーへ向かった。 カンタベリーで大場に保護されると、その友人である弁護士、ビッグフィールドの下で暮らし、学校に通うようになる。そこでは、理想的女性のアグニス、不気味な悪人由来やヒープラと知り合う。学校を卒業すると、かつての旧友、スティアフォースに出会い、その後一緒にペゴティ家のもとを訪れる。しかしスティアフォースは、幼馴染エミリーと駆け落ち。 デイビッドの心に深い傷を残した。ロンドンで法律を学ぶためデイビッドはスペンドーの法律事務所を訪れたが、そこの娘ドーラに一目惚れし、密かに婚約。ところが、オーバーが破産、さらに、ユライア・ヒープが事務所を乗っ取ろうとしていることが判明する。スペンドーが突如多解すると、デイビッドは速記を習得し、報道記者として自立。 ドーラと二人で暮らし始めるが、ドーラは伴侶として不足していることに気づく。一方、事務所を乗っ取ったユライア・ヒープに対し、その秘書となっていたミコーバーは、ユライアの関係を見事に暴き証拠として突きつけた。病弱だったドーラは、病にかかるとまもなく死亡した。デイビッドはヨーロッパ大陸旅行に出かけることを計画するが、その出発前にスティアフォースが、 海で遭難して死んだのを知った。昇進のうちにヨーロッパをさまよう中、デイビッドは自分の心はアグニスに惹かれていると自覚する。大陸で作家として成功したデイビッドはイギリスに戻り、アグニスと結婚して幸せになる。作者自らすべての著作の中で一番好きと語っている通り、ディケンズの代表作である。モームが選んだ。 世界の10小説の一つでまとまりがディケンズの作品の中で非常に良い。作者の自伝的要素が色濃い作品であり、主人公デイビッドが酒屋へ小僧に出されたり、法律事務所で働いたり、速記習得に励むのもすべてディケンズが経験したことで、オリバー・ツイストなどでも描かれている。多種多様な登場人物がこの小説の最大の魅力であり、 ノン記者のミこーばあ、心優しいペゴティー、大役人ライやヒープなどは、今なお多くの人々に愛され続けているキャラクターで、ある。1911年のサイレント映画以降、何度も映像化されている。ありがとうございます。